アーロン・ウェイド・マイルズはアメリカ合衆国カリフォルニア州ピッツバーグ出身の元プロ野球選手。宇藤良だ。1995年の MLB ドラフト19巡目でヒューストン・アストロズから指名を受け、プロ入り。2003年にシカゴ・ホワイトソックスでメジャーデビューを果たした。同年はわずか8試合の出場に止まり、打数も12打数のみだったが、4アンダーをマークし、 333という高い打率を残した。オフの12月3日に、フアンウリーベとのトレードでコロラドロッキーズに移籍。2004年は開幕からセカンドのレギュラーとして起用された。シーズン終盤に調子を落とし、惜しくも打率。300をわずかに下回ってしまったが、それでもルーキーイヤーとしては十分に合格点を与えられる成績を残した。 2005年も前年に引き続き、セカンドのレギュラーとして起用されたが、5月末から6月末にかけての期間に故障してしまい、99試合にしか出場できなかった。オフの12月7日に、レイキング投手とのトレードで、ラリー・ビグビーがイアシュと共にセントルイス・カージナルスに移籍。同じく、ワシントン・ナショナルズから移籍してきたジュニア・スパイ・ビーと、セカンドのレギュラーの座を争うことになった。 2006年はスパイビートのレギュラー争いを制し、見事にセカンドのレギュラーの座を手に入れたマイルズだったが、シーズン途中にクリーブランド・インディアンスから、実力ではマイルズの上をいくニーベリアードが加入し、レギュラーの座を奪われてしまった。シーズンオフにベリアード外籍し、再びレギュラーの座が巡ってきたかと思われたが、今度はロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムからアダム・ケネディが加入。 またしても、レギュラーの座を奪還することはできなかった。2008年は、規定打席未満ながら、打率、317、4本塁打、31打点とキャリアハイの成績を、残すが、オフに、カージナルスから再契約を打診されずのオンテンダー、FA となった。2009年1月1日、マーク・デローサをトレードで放出姿勢に類首を、 探していたシカゴカブスと2年490万ドルで正式契約を結んだと発表した。2009年12月3日、オークランドアスレチックスにトレードされたが、2010年1月1日にウィリー・タベラスとアダム・ロサレスとのトレードでシンシナキレッツへ移籍した。しかし、4月14日にディエフェになる。四月十七日にカージナルスとマイナー契約を結ぶ。 2011年1月7日、ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結ぶ。シーズン終了後に放出された。2012年5月11日にドジャースとマイナー契約を結ぶ。6月13日に引退を発表する。ズングリした体格で動作が鈍そうに思われがちだが、実際のところは平均をやや上回る足の速さと守備力を持ち合わせている。 ポジションはセカンドで、サードショートレフトとしてのプレイ経験もある。2007年には、ピッチャーとして登板した。パワーはなく、本塁打はほとんど期待できないが、シュアな打撃が持ち味。あまり敷居を選ばないので、打率が高い割には、出塁率が低い。2004年に中2盗塁を決めたように足も速いが、失敗も多いため、近年はあまり盗塁を試みなくなっている。 守備も堅実で複数のポジションをこなせるためとても使い勝手の良い選手である。ありがとうございます。